いこの坂がさ、鬱陶しいのよね、毎朝毎朝。でも、お花見の季節にはとても綺麗です。お花見ね。うっさいわね。それなら、明日はみんなで一緒にお昼を食べませんか？あ、それ、いいかもです。何がそれならなのかがちょっと引っかかるけど。そんなこと言わないで、お姉ちゃんも一緒に食べよう。ま、私も暇だからいいけどね。よかったら、ことみちゃんもどうですか？私？うん。私も、みんなと一緒に、お昼。あんたは何にやけてんのよ。そっか、両手に花いっぱいだもんね。情緒がないわね。この場合の花っていうのは、可愛い女の子のこと。なんか言った？岡崎さんもどうですか？明日のお昼なんですが。明日も両手に花いっぱいね。私はあっちだから。あ、私は今日はここからバスなので。お二人は一緒に帰らないんですか？この子はバスだけど、私は違うから。なぎさちゃんはどっちですか？はい、向こうの道から帰ります。こんにちは。はじめまして。あ、そっか。でも、まだ練習してないの。なぎさちゃん、また明日。はい、また明日です。りょうちゃん、また明日。また明日。私は？きょうちゃん、また明日。うん、また明日ね。あんたんちってそっちだっけ？岡崎くんも、さよならです。それでは、私も失礼します。うん。でもね、とっても楽しかったの。作らないと。うん、わかったの。でもやっぱりちょっと多めにしちゃうかも。ともやくん。